愛知県の大村知事は先ほどの会見で、新たな感染者が増えていることから、まん延防止等重点措置を国に要請する考えを示しました。愛知県の今日の新規陽性者は168人で、8日連続で100人を超えています。愛知県の大村知事がまん延防止等重点措置を国に要請する考えを示しました。